アルファロメオ 155V6Ti はアルファロメオが1993年にドイツツーリングカー選手権参戦のために開発、製作したレーシングカー。V6 は V 型6気筒、Ti はツーリスもインテナッツオヨナレイの位、e。155V6Ti のベースマシンであるアルファロメオ 155GTA についてもここに記す。155GTA アルファロメオ155 GTA はアルファロメオが1992年にイタリアツーリングカー選手権スーパーツーリズモクラス3専用に開発、製作したレーシングカーである。同じフィアット系列のランチアデルタ 1F インテグラーレからターボチャージャー付き2.0リットル直列4気筒 4WD のパワートレーンを移植し製作されたアルファロメオ 155Q4 をベースとし、 サーキット用の HF インテグラーレとも呼ばれる。92年のシベットにおいて、全20戦中17勝を挙げ、メイクスタイトルを獲得。ドライバータイトルでもランキングの1位から3位を占め、ニコラ・ラリーニがチャンピオンを獲得した。155GTA は、シベットで圧倒的な強さを発揮したが、同選手権は百九十三年からクラスに開催されることになり、 155GTA は DTM へ活躍の場を移すことになった。アルファロメオのワークスチームであるアルファコルセは1992年の DTM 第21-22戦のレースウィーク中に開催地であるニュルブルクリンクで 155GTA のテストを行い、同レースのポールポジションタイムに迫る速さを示し、155GTA の競争力を確認した。 アルファロメオは 155GTA をベースに 155V6Ti を開発、製作した。155GTA との相違点はエンジンを自然吸気2.5リットル60度の V 型6、気筒に換装し、外観のモディファイを行った。いずれも1993年から DTM に導入されたクラス1ツーリングカー規定に対応したものである。エンジンは、 ボアストローク 9361.3mm のショートストローク型で11500回転で 420PS 前後を発生し、独特の感高いエキゾーストノートを発した。シャシーはボディシェル内をロールケージで補強し、フロントはエンジンとトランスミッションをサブフレームにマウントしている。サスペンションはストラット式。 シフトパターンはオーソドックスな H 型だがヘリコプター事故で右腕を切断、縫合したアレッサンドロナニー2ニ用にはシフトアップ、ダウンが別々になった日本レバーの CE ャル仕様が用意された。世界ラリー選手権で磨かれたアバルトの 4WD システムは前後配分が33対67に固定されている。155V6Ti を使用するチームは アルファコルセとドイツのシューベルエンジニアリングでドライバーはアルファコルセが1992年のシベットでもアルファコルセのレギュラードライバーだったアレッサンドロナニーニとニコララリーニ。シューベルはクリスチャン・ダナーと92年シベットドライバーランキング2位のジョルジオ・フランシアを起用した。アルファロメオは1993年の DTM に参戦するや。 開幕戦ゾルダー第一レースで、ラリーニとダナーが1、ワンツー、2レースもラリーニダナーナニーニで、表彰台独占という衝撃的なデビューを飾る。その後、全20戦中12勝を記録し、メイクスタイトルを獲得した。ドライバータイトルも10勝を挙げたラリーニが獲得した。アレッサンドロナニーニがドライブする 155V6TI155V6TI 15の1994年。 仕様は、ドラッグの減少と低重心化のため前高を 20mm 下げ、エンジンの位置も1993年仕様よりも低く、マシン中央寄りにマウントされるようになった。エンジン自体も1900、また、アンチロックブレーキシステムも採用された。ウィング上のリアディフューザーが装着され、空力面のモディファイも行われた。アルファロメオは、 アクティブサスペンションも1994年シーズンに向けて開発していたが、メルセデス・ベンツとの間で同技術の実践投入を中止することでシーズン前に合意した。トランスミッションはシーズン前半はすべてのドライバーがナニーニ用の2本、レバータイプのシーケンシャル仕様を使っていたが、シーズン後半には1本タイプのシーケンシャルシフトに移行した。 1994年は、アルファコルセとシューベルが1994年使用の 155V6Ti を使用したほか、いくつかのプライベートチームが1993年使用の 155V6Ti を使って DTM に参戦した。アルファコルセのドライバーはラリーに、ナニーニのほかステファノ・ブティエロが3代目のマシンを走らせたが、これはラリーに、ナニーニのどちらかが第1レースでマシンを 使用不能にさせたときに、代替のマシンを提供するためのエントリーで、メルセデスとのタイトル争いが激化したシーズン終盤には、ブティエルに代わって、ステファノ・モデナが3代目のマシンを走らせた。シューベルは、ダナー、フランチアに加えて、クリス・ニッセン、ミハイル・バルテルス、アンディ・ウォレスの5人を起用したが、ウォレスは、シーズン前半のみでチームを離れた。 1994年シーズンは、メルセデス・ベンツ CE クラス、オペル・カリブラ V6 というライバルが登場し、クラス1対決が本格化。アルファ・ロメオは、メルセデスの9勝を上回る11勝を挙げたが、メイクスタイトルの連覇はならなかった。ドライバーランキングでもラリーニの3位が最高だった。1995年から DTM に加えて、これまで DTM が、 ドイツ国外で開催していたノンタイトル戦のイベント数を増やし、新たに国際ツーリングカー選手権を並行して開催することになった。1995年仕様の 155V6Ti は、レギュレーションの緩和を受けて、セミオートマチックトランスミッションの採用と、リアサスペンションのダブルウィッシュ防音化が行われた。またリアデファレンシャルギアが電子制御化された。 しかし1995年仕様の 155V6TI は迎えた開幕戦のホッケンハイムリンクで不審に陥り、アルファロメオは第2戦のアブスから1995年仕様と1994年仕様をベースとしたマシンと併用するようになった。ドライバーはアルファコルセは引き続きラリーニとナニーニを起用。シューベルはクリスチャンダナーとジョルジオ・フランシアに変えて、 ミケーでアルボレートが起用されたが振るわず、シーズン後半には、アルファコルセニのガブリエル・タルキーニとトレードされた。アルファコルセ、シューベルに加えて2チームが、アルファロメオ陣営に加わった。ユーロモータースポーツは、ステファノ・モデナ、ミハイル・バルテルスの2人。1994年仕様のマシンを使用する、アルファコルセニには、ジャンカルロ・フィジケラとジャンニ・ギューリッチ、スティグ・アムトが起用されたが、 アムトは、第3戦限りでチームを離れ、以後スポットドライバーが3代目のマシンを走らせた。前述したようにアルファロメオは1995年仕様のマシンの開発に失敗し成績も低迷した。DTM、ITG ともメイクスランキング2位を確保したものの、DTM では3勝、ITG でも2勝しか上げられなかった。ワークスのアルファコルセの2人は DTM では未勝利。 i t c でもラリーニの一生のみに終わった。アルファロメオ 155V6Ti1996 年から DTM が廃止され i t c のみが行われるようになった。1996年仕様の 155V6Ti はサスペンションがフロント、リアともダブルイッシュボーン化された。エンジンもシーズン途中から60度 V6 エンジンから マシンの重心を下げる目的で90度 V6 エンジンが登場した。レギュレーションの緩和を受けてマスの集中を図るためオイルタンクの位置をトランクルームからリアシート部分に移設させた。マシン自体の全高も1995年仕様の 1355mm から 1280mm に下げられた。空力面では アンダーフロアのアップスイープがフロントシート付近から始まるデザインとなり完全なグラウンドエフェクトカーになった。またラジエーターの排気部に可動式のシャッターを設け、これをレース中に開閉することでダウンホースの量を調節できるようになった。1996年からすべてのドライバーがアルファコルセ名義でエントリーするようになった。このうちマルティニレーシングからラリーにと ナニーニ、TV シュピールフィルムからフィジケラとダナー、JAS は、モデナ、バルテルス、タルキーに、ジェイソン・ワットの4名を起用した。この年のアルファロメオは、メイクスタイトルの獲得はならなかったが、メーカー最多の10勝を挙げた。ドライバーランキングでは、ナニーニが最多の7勝を記録したが3位に終わった。アルファロメオは、シーズン途中に、当年限りでの ITC 撤退を決定。 ITC 自体もこの年を最後に廃止となった。ありがとうございます。